こんにちは、おめでとうございます。コングラチュレーションです。な、俺はスポーツジムに入会したの。したんですか。した1月にした。わお、もう始めてるんですか、トレーニング。始めてるよ。コングラチュレーション。そう、痩せないとな、ちょっとちょっと絞るんですね。絞るよ。あら、そうです。すいません、それは知らなかったんですけど、はい、そっちではないです。そ、違うの。全然違います。何、なんと阪神の藤浪投手が決まったな。はい、アスレチックスに決まりました。あ、よかったよかった。おめでとうございます。念願のね。ちょっと心配してたけどな。そうですね、なかなか決まらなかったからね。そうなんですよ。まあ、アスレチックス、そうです、ね、額もすごいんですよ。びっくりしました。1年契約なんですけれども、年俸4億3875万円プラス1億3500万円の出来高払い、まあ、インセンティブがついて、最大で5億7375万円。すごいな。すごいです。なんかこの YouTube も単独契約でどっかと提携してくれないからね。これもどっかアメリカのどっかの企業と、もう毎日投稿しますよみたいな。そうですよ、コマーシャルベースで。で、10万円以上いったらそこからインセンティブで。まあそうだね。そうですよね、再生いったら、ね、いや夢がありますね。夢あるな、やっぱりね。ありますよ。いや、藤浪のポテンシャルからすると、はい、できないことはないよね、はい、メジャーで、うん、で、インセンティブも取ることもできるでしょう、はい、ただ優しいからな。あ、そうですね、うん、それとか向こう平気でこっち行ったら乱闘になったりとかするから勝負でしょうか。いや、だからそこら辺がちょっと優しいから心配なんだけど、うん、でも持ってるものはさ、メジャー級のものは持ってるしね。そうですよね、うん、いわゆるそのああいう荒れ玉だったりがメジャーではすごくこう効果的になるんですか。藤浪はここ最近、はい、ちゃんとしたところには投げれるようになってるからね。いやいや、まあプロだけど、ね、ピッチング組み立てっていうのもできてきてるから、うん、はまれば俺はいいピッチングできると思う。それをやっぱりそのメジャーリーグ側の見てる人たちもそこをすごい評価してる。まあ、だから一年契約っていうのはそういうことかなっていう、あ、まあ、どっちに転ぶかなっていうことを、はい、まあ、見たいんだろうね。うん、それにしては出したな。アスレチックスってそんなに金をかけるチームじゃないんだけどね、はい、だけどやっぱり魅力は感じたんだろうね。ですよね。で、まあ、今先発 の、 その枚数が足りないっていうこともあって、先発のローテの中に入るっていうところで、いいね、はい、先発で1年間でやっぱ5億以上最大でもらえるっていうのはすごく、まあ環境が変わると藤浪もね、うん、だいぶ違うだろうし、うん、俺はやってくれるというふうに信じてるけどね。そうですよね。ただ年俸の上がり方がちょっとびっくりしたね。びっくりしました。昨シーズン2022年が4900万円だったので、そこからもいきなり5億以上いくので、いや、だから藤浪の持ってる素材なんだよ。素材に対して日本の実績なんていうのは、はい、そんなに評価の対象にはなってないと思うよ。やっぱ藤浪が160キロ投げれるピッチャーだし、はい、やっぱスプリットも持ってるし、まあ、三振の取れるピッチャーだっていうことをやっぱ評価してるんだと思うよ、はい、だからそれだけのお金を出してると思うんだよ。なるほど。だからその片鱗さえ見せてくれれば、はい、おそらく2年3年と続いていくと思うよ。額も上がっていくってことですよね。そう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 。ちょっとここで藤浪投手の成績と年俸の推移を見ていきたいんですけれどもまず2013年、はい、この年は1500万円でした、うん、そして2014年4500万円、うん、そして2015年、これ3年連続2桁勝利、そして最多奪三振を取るんですけれども、はい、この2015年に8500万円を、はい、1億弱届かないところまでやってきました、はい、そして2016年ですね、初めての2桁勝利届かずなんですけれども1億7000万円で16、すごいよな。そうなんですよ。ここから16、17、18と1億7000万、1億6000万、1億2000万と額はすごかったんですけれども、ここで例えば自身初の不振に陥って2軍落ちだったりとか、ちょっと不調を経験します、まあ、そうだね、はい、でここからがちょっと年俸が右肩下がりになっていってしまうんですけれども、2019年、8400万、2020年、6300万、2021年、6000万、そして去年が
4900万ということで2014年ぐらいの年俸には下がってきてはいたんですけれども、2020年には自己最速の162キロもマーク、ね、戻ってきてるということで、いや戻ってきてると思うよ。見てると気持ちは優しいかもわかんないけど、そんなに神経質ではないと思うんだよね、やっぱ自信もあるだろうし、はい、ボールにアジャストできるかどうかっていうのも心配は心配だけども、はい、藤波だったら何とかしそうな気はするけどね、俺はね。あとやっぱりそのヤジがやっぱり聞こえないいやいや、味られてると思うよ。まあまあ雰囲気的にそうでしょうけど、まあ、言葉がわからない、はい、いや多分俺藤浪は頭いいから、はい、英語ぐらい勉強してると思うよ散々言われてきてるよ、はい、だからもう気にしないよそんなこと。まあそこは大丈夫ですか、ね、大丈夫だよ。 あとはやっぱりその打者の際どいところに行ってしまった時に、まあでも際どいところにも投げないとさ、まあそうですね、やられちゃうからね、はい、気にしないことだよ。 I'm sorry って言っときゃいいんだよ日本人的に、うん、あすいませんとか言っときゃいいんだよ、うん、メジャーなんかこう、あ当てるつもりはないぜみたいな、うん、なんか余計なお前は悪いんだみたいな、そんな態度をやったらボコボコにされるけどね、はい、いやだからそんなのやらないで、はい、謙虚にあすいませんごめんねって言うぐらいにしとけばいい、うんうん、大谷だってそうじゃない、あそうですね、わーっと言ったら、うん、あごめん申し訳ない申し訳ないって言ってるじゃない、はい、それでいいと思うよ俺は。うん、そこはそうです、ね、別に戦ってても別に当てるつもりで当ててるわけじゃないし、たまたま抜けたりとか危険なところに行ったりとかする時もあるよね、うん、だからその時はこう謙虚にやっときゃいい。そうですね、うん、あとはキャッチャーとの相性だったり、キャッチャーが藤浪投手をこうなんか早く理解してくれる。わからないと思うねなかなかわからないと思う、どこ行くかわからない素晴らしいボールが来たと思ったらとんでもないボールが来るからね、はい、だから組み立てなんていうのは向こうに任せないで、覚えてもらうために自分でやった方がいいよ最初は。ここでスプリット投げとったら絶対向こうのやつは空振りするとか、はい、そういう時でもまっすぐ要求してたりとかするからね、うん、はい、だから最初は絶対組み立てをした方がいいよ自分で。自分でってことは自分でやった方がいいと思う、うん、あとはどういうふうにピッチングを続けていけばメジャーリーグでは藤浪投手さらに成功していきそうですか。まあ、ローテーションに入るっていうことはさ、はい、中4日の100球で回るっていうことでしょ、うん、これはある程度決まりでそうなってるから、はい、だからそこら辺にしっかりしたものを調整して出せるかどうか、100球でいいわけだからさ、はい、2、3球投げた抜けたからって、ね、もうそんな気にしない、うん、100球を全うすればいいだけの話だから、はい、だからそこに集中しておけばいい。もうそこだけですね。そこだけでいい、うん、もう勝ち負けとかは打ってくれなきゃ勝てないし、はい、それはエラーしても勝てないし、うん、自分が結局抑えることが勝ちに近づくわけだから、もうそこだけ集中すればいいよ。そうですね、うん、あとは人工芝とかないから、はい、ワンバウンドでこうやってファーストに投げたりとかしてるけど、はい、そんなのはできないからね。もうそうですよね、うんうん、もう向こう行ったら全部忘れて一からやんなさいみたいなそうですね、うん、そんな感じだよね、うん、もうイップスなんかもう忘れなさいみたいな。もうね一番いい時のイメージで。でも結構治ってると思うよ俺は。本当ですか、うん、こうイップスの人ってこの瞬間に思い出すって言うんだけど、はい、もうそれもなくなったような俺は気はするけどな。お大丈夫だと思うよ俺は。向かってますよね、うん、藤浪みたいなこう体がでかいし、はい、やっぱこうメジャーに入っても体負けしないしね、うん、そういうピッチャーが投げてる姿っていうのはちょっとなんか楽しく見えるしね。そうですね、まあ楽しみだけどね。そしてあのね、うん、大谷選手とも一緒のねフィールドというか。まあそうだね、はい、まあ、それと向こうのコーチってあんまちっちゃいこと言わないと思うよ。うん、もうあのメジャーの選手はね、はい、3A の選手の若手だったらもうちょっとこうしなさいああしなさいとかそういう指導は入るかもわかんないけど、まあ、藤浪みたいに海渡ってきてある程度日本で実績があって、はい、力があるんだからお前もう力出し切ればいいんだよっていうようなそんな指導に変わってくると思うよ。その方がなんか藤浪投手に合ってると思うよ大らかで、うん、俺はあのメジャーの水っていうのは藤浪にとって合うと思うけどね。あ今からこう活躍が楽しみでしょうがないけど。そうですよね、いや本当に今シーズンアスレチックスの、まあ、何試合目かで先発として藤浪投手が出てくる、初の1勝目だったりとか、まあ、そうだね、はい、だからまあクイックだとかフィールディングのこともそんなにうるさくは言わないと思うよ。そうですよね、まあ、しっかりやることはやらなきゃもちろんいけないけども、はい、まあそこまではね日本みたいにきっちきっち重爆の隅をつつくような、はい、そんな言い方はされないだろうし、うん、だから藤浪にとっては本当にいい環境であることを望んでるし、うん、いい環境でできるということだというふうに俺は信じたいけどね。
そうですね。あ、そしたらどのぐらいの力を発揮できるのか、うん、まあ、これは楽しみだよ。藤浪の力っていうのは投手力とすれば大谷と双璧かもわからないしね、うん、はい、だそういう力がどんどん出てくるかもわからないし、そうですね、だから楽しみですよ。だもう本当あの来シーズン以降ね、1年契約、これが2年、3年、さらに額も伸びていってっていう風に、はい、もうアスレチックスが払えませんみたいな。いや、そうですよ、ね、にしても夢がありますよ、この額。あるな、なんかもう、ジム行ったついでに、現役復帰しようかな、メジャーで、こっちで、年俸どこが払ってくるの、払うんだろうね。はい、